こんばんは。あなたの隣に、あなたの隣人、ゆっくり霊夢だよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。あ、疲れたわ。マリサ、戻ったわよ。お、霊夢お疲れ様。それであうん、の病状は大丈夫なのか？ただの風邪みたいだから点滴を打って一日入院してるわ。本当に急に倒れたからびっくりしたわよ。本当は霊夢がこき使うから、倒れたんじゃないのか？失礼ね、あいつは勝手に神社を守ってるんだから、私は関係ないわよ。わかったわかった。冗談だよ。まあ何にせよ、大したことがなくてよかったじゃないか。まあね。でも風邪は万病のもと、っていうから、油断はできないわよ。そうだな。ただの風邪なら大丈夫だと思うが、今はいろいろな病気が流行っているから注意が必要だな。そういえば永遠帝も忙しそうだったわ。なんかまたコロナが流行ってきてるみたいだし、人が足りていないのかバタバタしていたわね。それはあまりよろしくないな。そうよね。忙しいと疲れちゃうし、いろいろミスが出ちゃいそうで怖いわね。そうだな。医療現場なのであまりバタバタしていると医療ミスが起こる可能性がある。どんな現場でも、あまりに余裕がないと、注意力も下がるし良くないわよね。ああ。特に病院なんかだと命に関わる現場だ。医療ミスが起こらなくても働いている従業員が精神的に追い詰められる。そして、とんでもない行動を起こすこともあったんだ。あったんだ。ということは、今回の事件は医療現場での事件ね。ああ。今回は医療に従事する看護師が起こした凄惨な連続マル人事件を紹介する。ええ？看護師が事件を起こしたの？私のイメージだと、水木有沙とか松下由紀で、テキパキチャキチャキの感じだけど。ナースのお仕事、だな。俺はてっきり、霊夢のイメージは大泉洋かと思ったぜ。救命病棟24時、ね。結構マニアックなところの看護師ね。悪くないけど、やっぱり看護師といえばナースのお仕事、だわ。まあ、どちらも結構昔のドラマだ。歳がバレるぜ。うるさいわね、さっさと解説に進みなさいよ。へいへい。このチャンネルでは事故や事件に関する事例を紹介していくわ。気になった方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いなんだぜ。それじゃあみんなも、それではゆっくりしていってね。今回紹介する事件は大口病院連続点滴中毒マル事件、だ。点滴中毒マル事件？これは、神奈川県横浜市神奈川区の大口病院で2016年9月に発覚した事件になる。2018年7月に、同病院で当時勤務していた看護師が逮捕された、いわゆる連続マル人事件なんだ。なんだかドラマのタイトルみたいね。連続マル人って、それに事件の名前からして、点滴を使って人の命を奪った事件ということよね。ん？それにしても発覚から逮捕まで、随分と時間がかかったのね。2年近くかかってるわ。ああ。この事件はかなりややこしい事件だった。それに連続ってことは、被害者は複数いたってことよね。そういうことだ。この事件は最初亡くなった二人が、被害者として立件されたんだな。この二人の死因は、ジアミトールによる中毒だったんだ。ジアミトール？殺菌消毒剤の一つだ。平たく言えば洗剤、だ。その中の成分塩化ベンザルコニウム、が体内に入り、中毒症状を起こしたんだ。点滴で洗剤を直接、体に入れられたってことよね？そんなことをするなんて、信じられないわ。他に被害者はいなかったの？調査の結果、その後、同時期に亡くなった、別の入院患者二人の遺体からも、ジアミトールが検出された。それじゃ4名が被害に遭ったわけね。いや、確認が取れたのが4名だっただけなんだ。この病院では事件発覚前、7から9月の82日間で、48人の患者が亡くなっていた。48人ってすごい数じゃない。普通、どのくらいかわからないけど、2日に1人以上って、異常よね。ああ。それじゃ4人以外に、大勢の被害者がいた可能性があるわけよね。これってとんでもない大事件じゃないの。そういえば、どうしてジアミトールによる中毒死の確認が、4人しか取れなかったの？それは、事件発覚以前に亡くなった人は医師の診断により自然死扱いで火葬されていたんだ。そのため、すでに立証する証拠は失われていたんだ。これってまさか、病院側もグルだったのかしら？まあ、そんなはずないわよね。でも、どう考えても異常なのに、気づかなかったのかしら？そのあたりも含めて、事件の概要を説明していこう。まずこの事件は2016年9月、当時入院していた患者の容態が、急変したことから発覚する。その時に対応に当たった看護師が、投与中の点滴袋をベッドに落としてしまったんだ。すると落とした点滴の袋内の輸液が、急激に泡立った。それを見た医師が不審に思い、点滴を調べたところ、ジアミトールの点滴混入が発覚したんだ。それじゃジアミトールの混入は、偶然わかったのね。不審に思いさらに調べると、普
日前に同じ部屋で亡くなった別の患者の遺体からもジアミトールが検出された。そのため、急いでナースステーションに残されていた、未使用の点滴袋約50個を調べたんだ。まさか、ジアミトールが入った点滴があったんじゃないでしょうね。そのまさかだ。残念ながら10個ほどの点滴袋で、ゴム栓部分に封をする保護フィルムに、細い針で刺した穴が見つかった。すると、誰かがジアミトールを混入させて、そのことを知らない看護師が、患者に点滴を打ってしまったのね。そうなんだ、そしてこの事件はそれだけではなかったんだ。先ほども述べたが、実は同じフロアで亡くなった患者の数が、事件発覚までのおよそ3ヶ月の間に、48人に上ることが明らかになったんだ。異常事態よね。これって病院側は気づかなかったのかしら？こればかりは何とも言えないんだが、病院では急に、容体が急変して、命を落とすケースは普通に散見されることなんだ。それに毒薬ではなく、消毒薬だったこともあり、診断で発見することができなかったんだ。それじゃ病院側も被害者だったわけね。まあ、そうなんだが。なんだか歯切れが悪いわね。このあたりの事情も後で説明するぜ。まずは事件について聞いてくれ。わかったわ。病院にも何かあったのね。とりあえず解説お願い。病院から通報を受けた神奈川県警察は、何者かが点滴から異物を体内に入れ、被害者を殺害した殺人事件と断定した。そして神奈川警察署に、特別捜査本部を設置し調査を始めることになる。でもこれって、点滴に混入させる手口から、病院内部の者による犯行よね。それじゃすぐに犯人は見つかるんじゃないの？もちろん警察も、内部犯行を一番に疑い捜査を進めた。だが犯人の特定は難航した。それはやっぱり犯行に使われたのが、ジアミトールという消毒液だったせいかしら。お、霊夢鋭いな、その通りだ。犯行に使われたジアミトールは、業務上で頻繁に使われるものなので、院内各所に置かれていた。そのために誰もが使える薬剤であったために、犯人を特定することは困難を極めたんだ。さすがに消毒液が、犯行に使われるとは普通は思わないものね。それにいろんなところにあれば、確認が難しいわよね。それでも警察は、何かしらの方法で、犯人を特定することに成功しているのよね。ああ。警察は病院内にあるジアミトールを鑑定することにした。そして当時、担当していた看護師全員の看護服を調べたところ、一人の看護師のポケット付近からジアミトールの成分が検出されたんだ。でもそれって、たまたまジアミトールの成分がついてしまっただけかもしれないじゃないの。これで犯人を確定するには少し厳しいんじゃない？いや。疑わしい人物が発見できただけでも、警察としては全然違うんだな。その看護婦を調べると、事件発覚直後の夜勤中、投与する予定のない製剤を手に、院内を歩き回る姿が防犯カメラに映っていたんだ。さすが警察だわ。犯人の目星さえつければ徹底的に調べて、証拠を見つけるわけね。さらに今回亡くなった被害者の病室に、その看護師が一人で入っていくのを、同僚が目撃していたんだな。そのおよそ5分後に、亡くなった被害者は容体が急変して、命を落としている。決定的ね、これで犯人の特定ができたわけね。警察は地道な捜査の末、ようやく2018年6月末に、状況証拠を踏まえ犯人と思わしき看護師に、任意の事情聴取を開始したんだ。結局2年近くかかってしまったのね。物証も少ないから警察も慎重になったのかしら。捜査が進むにつれ、この事件は特に、用意周到に計画されたものではなかったことがわかる。ただ病院という場所と、使われた薬物が消毒薬であったことが、事件を難解にさせていたんだな。なるほどね、確かになかなか犯人の特定は難しいわよね。実際にこれだけ調べても、結局は最初の薬品の混入物だけで、他は状況証拠しか見つけられていないものね。でも状況証拠だけじゃ、その看護師は犯行を認めなかったんじゃないの？直接の物証はないわけだし。いや、それがあっさりと犯行を認めたんだ。どういうことよ。そんな簡単に自白したの？まさか非合法な取り調べをしたんじゃ。いや、まさかな。まあ、正直警察が、どのような取り調べをしたかは不明だが、犯人はうすうす逮捕されることに気づいていたようだ。そのため簡単に、犯人の看護師は、ジアミトールを点滴に注入したことを認めたんだ。なんか腑に落ちないけど、犯罪者の心理ってやつかしら。むしろ見つけてほしい、言って楽になりたいとか、かもしれないな。その看護師はさらに、入院患者20人ぐらいに会った、との趣旨の供述もすることになる。20人、凄まじいわね。でもくらい、ってところが怖いわ。人数を正確に覚えてないってことでしょ？ああ、もはや色々と麻痺していたのかもな。自白を受けた結果、7月7日に神奈川県警は、被疑者を丸人容疑で逮捕したんだ。
自分で余罪まで白状したのよね。やはり少しは自責の念に駆られたのかしら？正直難しい質問だな。ただこの犯人はいろいろと問題がある人物だったんだ。なのでここからは犯人の動機について見ていく。まず犯人の看護師だが、事件後に様々なテレビ局、新聞社によるインタビューや取材に応じていたんだ。さらに逮捕直前にも、テレビ局に直筆の手紙を送るなどして、自らの関与を否定していたんだな。手紙まで送って自分が犯人ではないって訴えていたということなのかしら？むしろ怪しまれると思うけど、それで手紙の内容はどんなものだったの？手紙にはなぜこんなひどいことをしたのか、自分の家族が同じことをされたらどう思うのか、絶対許せません、と書かれていた。なんか逆に白々しすぎる内容よね。それじゃ犯人は、別に自分が行った犯行に対して自責の念があったわけではなかったのね。そうだな。自責の念があったかといえば、残念ながらその可能性は低いな。そして犯人は逮捕後の取り調べで、点滴にジアミトールを入れたことに関して、間違いありません、と容疑を認めた。さらには先ほども述べた通り、入院患者20人ぐらいに、点滴にジアミトールを入れたと供述するんだな。この犯罪って冷静に考えると、相当容器じみてるわよね。こんなことを犯した動機って一体何だったの？犯行の動機については、自分の勤務時に患者に死なれると、家族への説明が面倒だった、という趣旨を供述している。え、ちょっと、まさかそんな理由でこんな犯行を犯したの？理解できないんだけど。この看護師は以前、患者が亡くなった時に同僚から自分の落ち度を指摘されたことがあったそうだ。それ以来、勤務時間外に丸坊させることを考えるようになった、とも述べている。どちらにしても身勝手すぎる理由よね。でも本当にこんなことで、点滴にジアミトールを入れたりするのかしら？おそらくは、看護師としての過酷な業務に忙殺されていたんだと思うんだな。確かに看護師の仕事は大変だとは思うけど、他の人はきちんと業務をしているわけだから。とてもじゃないけど容認できないわね。もちろんその通りだ。ただ後で説明するが、この病院自体にも大きな問題があったんだな。とりあえず犯人の話に戻るぜ。犯人は警察の取り調べで、今回の犯行の一部始終を語るんだ。その方法は、勤務を交代する看護師との引き継ぎの時間帯に、隙を見て点滴にジアミトールを混入させていたんだ。そして混入を繰り返すうちに感覚が麻痺していったと話している。最初は罪悪感もあったかもしれないけど、慣れていくうちになくなったのかもしれないわね。相当数やってるってことは、もはや途中から点滴にジアミトールを混ぜることに、違和感を覚えなくなっていたのね。さらに供述では、事件の2月期くらい前から点滴にジアミトールを入れたと話しているんだ。その時期同病院に勤務していた看護師によると、亡くなった患者は最初、1日1人だったのが3人になり、そして5人になったらしい。どんどん増えたのね。そして9月になったらもっとひどくなり、1日に8人の患者が亡くなったんだ。明らかに異常事態じゃない？さすがに病院も気づくでしょ。確かにな。ただ、噂レベルでしか認知されていなかったようだ。これらの異常な状況があったため、病院内では4回はおかしいな、という話が話題に上がっていたんだ。いや、気づこうよ。さすがにこれは病院側の怠慢もあるんじゃないの？いや霊夢、それどころの問題ではなかったんだ。事件前、事件現場病棟では、看護師の筆箱20本以上の注射針が刺され、針山のような状態になっていた。ホラーなの？さらには白衣が切り裂かれることや、カルテを紛失する、ペットボトル飲料を飲んだ看護師スタッフの、唇がただれるなどのトラブルが散見されたんだ。いや、トラブルって、これって完全にいじめとかパワハラじゃない？嫌がらせの領域を超えてるわよ。私、こんな職場では絶対働きたくないんだけど。そうなんだ、この病棟では看護師同士の、壮絶ないじめトラブルが報告されていたんだ。さらには、あのクリニックの先生は嫌いだから、あの患者の家族は嫌いだから、といったことまで言う、女帝、と呼ばれる60代の看護師が存在していた。うわぁ、最悪ね。それじゃもしかして、病院や医師も看護師に対して、あまり注意とかできなかったのかもしれないわね。そうなんだ。それに人事査定でエコひいきがあったり、自分だけ忙しい仕事を回されたりしているといった。不平不満も渦巻いていたんだ。最悪の職場じゃない。それじゃ看護師同士で言い争いになったりするのも、日常茶飯事だったのね。犯人自身も、逮捕前に看護部長は看護師たちをランク付けしていた。自分の気に入ったことそうでないこの扱いが、極端だった、と述べている。職場環境としては、想像以上に最悪だったのね。でもそんな病院じゃ、人はどんどん辞めていくんじゃないの？その通りだ。病院ではそういった、人間関係のトラブルやいじめが原因で、複数の看護師が辞職していた。
それに看護師同士の世代間の対立が原因で、大口病院では、患者のケアまでもがおろそかになっていたとも言われていたんだ。病院としても機能しなくなっていたのね。ある証言では、見舞いに行った家族の前で看護師が患者さんを、怒鳴りつけることもあったという。もはや何が起きてもおかしくない状況じゃないの。そんなんじゃ、点滴なんかもきちんと管理されていたとは思えないわね。事件の被害者遺族も、女性看護師が別の看護師を怒鳴りつけたり、点滴袋が公共スペースに散見されたりするなど、おかしな点があったと述べている。それじゃ本当の犯行動機は、ストレスから来る強行だった可能性が高いわね。先ほども述べたが犯人は、担当患者が以前死亡した際に、同僚らから自分のミスの可能性を指摘されていた。それが原因で、もともと同僚や上司などに対して怒りを覚えていたんだな。それじゃ、他の看護師に対する怒りで、このような犯行を行ったということね。でもこれって本来、同僚の看護師に向けるべき怒りよね。それがなぜ患者に向けられてしまったのかしら？そのことだが、正直犯人は精神的に参っていたんだな。あまりにも大きなストレスがかかっていたんだろう。まあ、病院の内情を聞くとわかる気はするけどね。その怒りの矛先は霊夢の言う通り、本来病院の環境や周りの職員だろう。だがその怒りの方向は変わってしまった。そしてこの怒りの対象が変わる心理状況を精神的には置き換え、と呼ばれるらしいんだ。その結果犯人は患者の点滴に無差別にジアミトールを入れ始めてしまう。それは別の看護師の勤務時間中に、患者が丸坊するように仕向けたわけで、復讐願望を満たそうとしたとも言える。なんか壮絶すぎる犯行背景ね。それでこの事件は最終的にどうなったの？もちろん刑事裁判になった。横浜地方検察庁は、2018年1、2月7日に犯人を起訴する。起訴内容は患者3人の殺人罪と、5人分の点滴液に消毒液を混入した殺人予備罪だ。あれ？被害に遭ったのが確定していたのは、4人じゃなかったかしら？ 4 人目に対する殺人罪については、別の患者を殺害しようと消毒液を混ぜた点滴が、結果的にこの患者に投与されたために、不起訴処分となったんだな。なんかよくわからない理由ね。裁判ってこのあたりの融通が本当に効かないのよね。それで結果はどうなったの？2021年10月1日、横浜地裁で裁判員裁判の初公判が開かれ、被告人の元看護師は起訴内容を全面的に認めたんだ。しかしその一方で、弁護側は被告人は犯行当時、統合失調症により、心神耗弱の状態だったと主張したんだ。まあ、実際に精神的な症状も出ているものね。それに個人的には病院の労働環境の劣悪さが、今回の事件の原因の一つだと感じるわ。まあな。しかし10月22日に論告求刑公判が開かれ、横浜地検は元看護師に極刑を求刑した。それじゃ、弁護側の主張は聞き入れられなかったわけね。いや、11月9日の判決公判で、横浜地裁は被告人の責任能力について、犯行時は自閉スペクトラム症の特性があった、と認定したんだ。この特性は対人関係が苦手で、こだわりが強い特性、とされる。しかし一方で、弁護側が主張した統合失調症の影響については否定し、違法な行為であることを認識していて、完全責任能力があったともしたんだな。その結果、裁判所は犯人の看護師に無期懲役を言い渡したんだ。極刑は免れたのね。それじゃこれでこの事件は解決したわけね。いや11月22日に、検察側と弁護側の双方が、一審の無期懲役判決を不服として、東京高等裁判所に控訴した。そして裁判は今も続いている。検察側が控訴するのはわかるけど、犯人の方まで不服としたのは解せないわね。それだけ弁護側としては、病院の体制が原因でこのような強行が起こった、と判断し主張していたんだな。そういえば、この問題の病院はどうなったのよ。まさか何もお咎めなしなわけないわよね。残念ながら刑罰らはなかったんだ。ちょっともやもやするわね。せめて環境が改善されていればいいけど。この病院については、さらに他にも明らかになったことがある。実は事件が起こる前から、横浜市に病院内のトラブルに関する情報が、複数寄せられていたことが分かった。しかしながら市は一切対応をしなかったんだ。じゃあ、もしその時に対応していれば、ああ、事件を防げた可能性はあるかもしれないな。そうよね。そう考えると残念ね。でも事件が起こってからは、さすがに何らかの対応は行っているのよね。ああ、事件後に市は、第三者検証委員会を設置したんだ。その第三者検証委員会では、通報内容に患者の安全に関わる内容もあったのにもかかわらず、後手に回った都市の対応を批判したんだ。ということは、委員会からすると市にも責任があったと判断している、ということかしら？でもこれって簡単な話じゃないはずよね。
確か医療法か何かで、なかなか対応ができなかったと思うんだけど。そうなんだ。今回の事件では大口病院に対しては、医療法上の兼ね合いで対応が難しかった。実際に病院から死への報告義務も、市から病院への検査、指導権限もないという、問題点が浮き彫りになったんだな。今回の事件は医療法の範囲を超えた、浄土制度の狭間、と言える状況下での事件だったんだ。そのために市は、どこまで対応できるのかという課題があったんだな。それじゃ一方的に、市の怠慢ではなかったのね。ああ。結局、今後は法的制度上の課題に対しては、国に改善に向けた要望を行うことも考えるとする、にとどまるんだ。なんか歯切れが悪いわね。それじゃ病院側も何か行動をしたのかしら？病院側としては院長が院内の出来事で、まして看護師の中の出来事だったので院内でなんとか処理すべきだと思った、と語るだけだった。何よそれ、しかもこれってなんか他人事よね。自分の病院なんだから思っているだけじゃダメじゃないのよ。霊夢の言う通りだ。実際に有効な手立てを取らなかったどころか、病院から県警に相談するということもしなかった。なので病院関係者からは、病院が対処していれば事件はなかったかもしれない、など、批判の声が上がることになったんだ。でも何も改善はされなかったのよね。このあたりは難しいんだな。実際裁判も続いていることもあり、市も病院も、当たり障りがない対応をするしかないようだ。なんか腑に落ちない対処ね。でも病院の体制は、今回の事件の一因になっていることは間違いないのにね。まあ病院だけに限らず労働環境の維持は、いろいろな面で本当に重要だと認識させられる事件だったんだな。ちょっとこの話を聞いたら、永遠亭が心配になってきたわ。少し様子を見てくるわね。お、なんか珍しく白霊の巫女らしい行動をしているじゃないか。珍しいの一言は余計よ。とりあえず今回の事件はここまでね。じゃあ、次回までのお別れだ。それまで皆が、無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。